あ、どうも、こんばんは。今荷物が届いたんですけど、ちょっと待ちに待ってたやつが届きました。今回、待ちに待ってたものっていうのはこちらです。プルームテック、これプルームテックを頼みました。試してみようかと思いまして、頼んでみました。で、JT の、公式のサイトから入りまして、そちらのオンラインショップの方で、このプルームテックの、スターターキットを頼んでみました。本製品には次のものが同梱されているそうです。まずプルームテック、のバッテリー、それとプルームテックを全部、内内できるキャリーケース、そして、USB チャージャー、それと家庭用でも使える AC アダプターが同梱されているそうです。で、これがこのキャリーケースの中にこうやってしまえるそうです。はい。ではですね、今一応全部取り出しましたので、確認していきたいと思います。まずこれがキャリーケースですね。一応こちらの箱にイメージが書いてあるんですが、専用の、カプセルですね。専用のカプセルを、まあ、こっち側に動けるみたいです。そして、真ん中に、プルームテック本体を、そしてこちらに、USB チャージャーをっていう感じになってます。そうしましたら、じゃあ実際に、どうなんでしょうね。最初これ充電しないといけないってやつでしょうかね。ちょっと読んでいきたいと思います。はい。まず、充電しないといけないみたいなので、今から充電したいと思います。じゃあこの USB チャージャーに、プルームテックの本体をつけます。はい。で、充電が終わればこちらのプルームテックの、赤に光ってる部分が白くなるそうです。それでは、待っている間にですね、一緒に購入した、タバコと、本体のシリアルナンバーを、入れてくださいっていうのがありますので、こちらの方も一緒にやっていきたいと思います。まずですね、タバコですね。タバコは、普段は僕メンソールを吸っているので、今回もメンソールの方にしました。こちら、メビウスのメンソールですね。ちょっと開けていきたいと思います。あ、なるほど、こんな感じになってます。プルームテック本体に取り付けるカートリッジです。そしてそれ、カートリッジに取り付けるカプセルですね。こちらが 5個とこのカートリッジが1つ入ってました。そうしましたら、じゃあ、製品シリアルナンバーを入れて製品登録を、やっていきたいと思います。で、こちらのプルームテックのですね、アプリがあります。Android、iPhone、両方、検索かけてもらえれば出てきますので、そちらの方はダウンロードしてみてください。
そうしましたら製品登録を行ってください。故障時の交換対応がスムーズかつ迅速に受けられます。それと様々な特典が受けられるオーナーズクラブに参加でき、より素敵なフルームテックライフをお楽しみいただけますと書いてあります。ではここで、16桁のシリアルナンバーを、先ほどの本体の中に入ってた番号を打っていきたいと思います。じゃあ今ちょうど製品登録が終わりました。ちょっとここ見せれないですけどね。はい、これで、何かあった時も対応が早くなるということらしいです。今充電が終わりました。じゃあちょっと今からやっていきたいと思います。じゃあ、こちらのカートリッジを合体させて、カプセルを一つ取り出しまして、ここにセットします。これでじゃあ完成です。じゃあちょっと吸ってみたいと思います。あー、メンソールですね。まあ、ちょっと僕が今好んで吸っている味よりもちょっとメンソール色は強いかなとは思います。まあ、ちょっとこれも慣れだとは思うんですけど、結構面白いなと思います。でこれが、1つのカプセルでだいたい50口ですね、50口は吸えるらしいです。で、吸った時にここの先端が青く光ったと思うんですが、あとちょっとですよっていう時になるとここが、点滅をするそうです。でそれで あとちょっとなんだっていうのが分かるようになってるそうです。それと、同じように、赤く点滅するようになったら、充電がなくなりかけてるってことなので、その際は充電の方をやってください。じゃあ僕はこれでしばらくちょっとタバコをやってみたいと思います。はい、どうなるかは分かりませんけど、プルームテック楽しんでみたいと思います。それでは今回はここまでです。ありがとうございました。